陽春は、中国語管末期から三国時代の政治家。字は記載。司令家は地軍へ、家兼の人。この名は不明。孫は、幼蘭、陽い。孫娘は、精神の東海王柴芝越の母。若い頃は、変譲るのもとで学問を習っており、変譲るから高く評価された。戦乱が発生すると、陽春は川内が交通の要所であると考え、経験。 三つ県の人々を連れて山へ逃げたが、老若を問わず、財産の有無にかかわらず通じ合ったという。また、親族窮地で誘拐された者を、家の財産を傾けて救済したという。河内においては、芝明の名声が高かったが、洋春はその弟で、まだ若年であった、柴井の才能をいち早く評価した。また、芝一族の中でも無名であった。 しばしばの才能を認め、これを評価した。さらに、戦乱で孤児となり低い身分の中にあった、王像を見出した。芝居、しばしば、王蔵それぞれが後に才能を開花させた。その他、優れた人材を、次々と世に送り出した。曹操に仕えたが、岐阜の乱で、自ら責任を申し出て、左遷されている。 宗儀と葬職との家督争いでは葬職を支持したため、宗儀が大使となり、禅状により、義の皇帝になると疎まれるようになった。後に理由をつけて、自殺に追い込まれた。宗儀との親しかった、芝居や王像は、陽春の除名を、頭から血が流れるほど、床に叩きつけ嘆願したが入れられなかった。陽春も、私は罪を飽きまえておりますと言い、自殺したという。 人々は、冤罪として悲しみたんだ。孫は二人とも、儀、精神に仕えた。ありがとうございます。